さん、こんにちは。ナシタです。元気ですか？今私はホテルに戻ったんですけど、先まで大崎八幡宮にいました。で、その前回の動画の最後に旅に行くと言ったんですけど、実は今ちょっと一旦ホテルに戻ってきて、あのカバンを、もうちょっと大きいカバンを取りに来ましたね。はい。食べた後ちょっとお土産とかもね買いたいので、カバンを取りに行って今から仙台駅の方に向かいたいと思います。はい。で、なんかあの私の部屋って結構エコーがね聞こえるので、あの声をね今ちょっと抑えてるんですなんかあのそう、声がうるさく聞こえますね。だからなんか隣の部屋とかで聞こえないようにちょっと声を抑えています。で、今からあのカキをね食べに行きたいと思います。仙台って、まあ、牛タンとあのカキで有名と認識してるんですけど牛タンはあの昨日食べたんですけど、今日はカキを食べに行きたいと思います。じゃあ行きましょう。仙台駅のエスパルの中にあるお店です。少し見つけづらかったんですけど見つけました。こちらです。オイスターバーです。中の雰囲気もとても素敵でおしゃれでした。さてと、ビルから始めます。いくつかの料理を頼んだんですけど、先に生牡蠣が来ました。生牡蠣大好きで2個も頼みました。その時に宮城県の牡蠣がなかったので岩手県にしました。レモン汁もかけて、その後はポン酢もかけて、わー、美味しそうじゃないですか。すごく美味しそう。わー、熱くてプニプニですね。分厚くてなかなかつかめないね。でもつかめました。さてと、いただきます。うん、美味しいです。本当に生牡蠣大好きで、もう美味しいとしか言えないんですね。もう本当に生牡蠣最高、最高すぎます。ちなみにですね、海鮮とか牡蠣とかを食べるときに白ワインを飲む人が多いと思うんですけど、私もすごく迷っていました。白ワインにしようかなって、結局はい、いつも通りビルにしました。白ワインも好きなんですけど、でも疲れる時になぜかビルの方が美味しく感じます。そして牡蠣にも普通に合うと思いますね。そして次の料理も来ました。焼き牡蠣です。3種盛り合わせ、一応5種盛り合わせもあるんですけど、で3種盛り合わせにするとその5種類の中で、ま、食べたいものを選ぶって感じですね。それでは1番目、トリュフタルタルソースの焼き牡蠣です。はい、ソースたっぷりですね。美味しい。意外とタルタルと牡蠣は相性がいいですね。うん、とてもいい感じです。ビルにも合います。わー、今日も暑くて、やっぱり暑い日の後で冷たいビル飲むのは最高ですね。よし、2番目、トマトソースとチーズの焼き牡蠣です。で、もう少し具体的に言うと、トマトソースとモッツァレラチーズです。もうこれは相性抜群だと思いますね。うん、思った通り美味しいです。相性がいいです。トマトソースとチーズはもちろんですが、牡蠣との相性もすごくいいと思います。さて、焼き牡蠣の中で最後の牡蠣です。ホワイトソースとほうれん草の焼き牡蠣です。で、ちなみにもう一つの料理がありますよ。うん、これも美味しい。多分こちらは一番好きかもしれないですね。もともとね、ホワイトソースが大好きで、はい、だからこの牡蠣を最後にしました。とっても美味しかったです。わあ、本当に最高、最高の晩ご飯。そして最後の料理なんですけど、牡蠣とベーコン、ドライトマートのブロスケッタです。はい、ちょっとちっこいなんですけど、実は本当にとってもとっても美味しかったです。
本当に美味しいです。はい、頼んだ時になんか味でさえなんか想像できなかったんですけど、牡蠣とベーコンとトマト、でも食べてみたらもう本当にこの味の組み合わせは、美味しい、絶妙に美味しい。2個だけ頼んでちょっと後悔しました。味は結構濃いのでビルとの相性は最高です。牡蠣はそんなにしょっちゅう食べないので今回仙台で食べて本当に嬉しかったです。そしてお店も結構おしゃれで綺麗で清潔感もあって、テーブル席もカウンター席もあって、最初カウンター席だけだと思ったんですけどテーブル席もちゃんとあってとても良かったです。そして飲み終わったら駅の売店でお土産とかも買いたいと思います。ずんだ餅とか。明日はもう東京に帰るので朝はバタバタしないように今のうちにいろいろ買います。美味しかった、ごちそうさまでした。はい、皆さんホテルに戻りました。はい、美味しい牡蠣も食べたし、お土産も買ったし、なんか少し散歩もしたし、これからちょっとゆっくりしたいと思います。でもう明日東京に戻る予定です。はい、ということで今日の動画をここまでにしたいと思います。もう今日は大満足です。結構足が痒いんですけどめちゃくちゃ蚊に刺されました。はい、シャワー浴びてなんか練り薬かなを塗って、ゆっくりしたいと思います。動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。